ではまたここまで戻ってきました。昨日のお話ではね、談話室に戻ったんですけども、今度は別のところに行こう。では、地下に行こう。書庫に行こうか。地下に行くことにした。もしかしたら書庫の電源は生きてるかもしれない。どうかな。とにかく今は明かりが欲しい。虹男と私はゆっくりと階段を降りていった。あ、ついてる？案の定、書庫にはこうこうと明かりが灯っていた。あの隠し部屋を開いたとき、気味が悪かったので明かりを消さずに上がってきたのだ。暗闇に慣れてきた私たちの目を、まばゆい明かりが一瞬突き刺す。目を細めて辺りを見回す。人の気配は感じられなかった。やはり犯人は2階にいるらしい。2階で何やってんだろうね。しばらくここでじっとしていよう。私たちは椅子に腰掛けて朝を待つことにした。書庫はいつも通りしんと静まり返っていた。確かにさ。虹男が不意に口を開く。ここには明かりがあるんだけど、やっぱり不気味だな。まあね。私は本棚を見回しながら答えた。すぐ横には、あの蓄音機がある。そして、奥には白骨の山。それを想像しただけで、なぜここに来てしまったのだろうと後悔しそうになる。私たちはすっかり途方に暮れていた。いつまで続くのかもわからない恐怖の中で、ただ震えていた。なんでこんな間が空くんだろうか、ここで。なあ、本当に犯人って。虹男がぼそっとつぶやく。あんなにいい人だったのに。でも、あの隠し部屋を開けたのを知ってるのは田所さんだけよ。そうだよね。その後、危険な目に遭ってるってことは。その時だった。館の扉を叩く大きな音が聞こえてきたのだ。私は予想外の展開にびっくりとした。誰か来た？これ談話室と同じ感じだね。虹は目を見開いたまま動きを止めている。こんな嵐の中、人が来るわけないわよ。私は頭が混乱しそうなのを押さえつけるように言った。でも、誰かがドアを叩いてる。私は冷静に考えてみた。これは、選択肢、田所さんだわ。わからない。わからないにしよう。わからない。全く見当がつかない。虹男が私の腕をぎゅっとつかむ。私たちは、事の成り行きを、ただ黙って見守るしかなかった。沈黙。やがて聞き慣れた声が聞こえてきた。鬼村だ。開けろ。いないのか？鬼村さん？まあ知ってたけどね。またもや意外な展開に、私は頭がおかしくなりそうだった。どういうこと？一人で？心配して来てくれたんだよ。
虹は助かったといった表情で私の服を引っ張る。そうかしら。早く行こうよ。私は1階に上がることにした。もう少し様子を見ることにした。様子を見ます。もう少し様子を見ることにした。なんだか不安を感じるのだ。これは罠じゃないの？ちょっと待って。また？今度はなんだよ。虹尾がイライラして答える。なんか変だわ。こんなに早く鬼村さんが来るわけないじゃない。この状況で何言ってるんだよ。しかも一人で来るなんて。もう先に行くぞ。虹尾が階段を上りかけた時だった。突然ドアを叩く音が止んだのだ。あれ？あら？ほら、諦めて帰っちゃったじゃないか。虹尾はカンカンだ。しかしこうなると誰を信用していいのか分かったものではない。鬼村巡査だってそうだ。鬼村巡査を呼んでくると言って去った田所さん。その後の人為的な停電。身近な匂いのする侵入者。そして予定より早い鬼村巡査の登場。しかも一人で。ただの巡回じゃないのっていう。おかしい。何かが間違っている。私の推理は正しいの？考えると頭の中がぐちゃぐちゃになりそう。銀杏、こんな状況だから人を疑う気持ちはわかるよ。虹尾が私の表情を察したのか、声のトーンを落として話しかけてきた。でもこのままじゃ追い詰められるだけだよ。誰かを頼ってもいいんじゃないか。選択肢、分かったわ、行きましょう。虹尾の言う通りだ。ここでじっとしてるべきよ。動くのは危険だ。2番にします。ここでじっとしているべきよ。動くのは危険だ。私はとっさにそう思った。え、本当に？虹尾が目を向いて叫んだ。ここから動くのは危険だわ。私は冷静に言った。ここは明かりもあるし、入り口はこの階段だけ。ここ以上に安全なところはないわ。そりゃそうだけどさ。虹尾は不満そうだ。トイレはどうするのだっていう。とにかく朝が来るまで待ちましょうよ。それでも虹尾は納得がいかない様子であった。私たちは寄り添うようにその場に座り込んだ。今、物音が聞こえなかった？どれくらい時間が経ったのだろう。不意に虹尾が口を開いた。え？ううん、別に。聞こえたような気がする。私たちは黙って耳を澄ませた。雨音一つ聞こえてこない。それでも虹尾は真剣な顔つきでじっと目を閉じていた。私もしばらく階段の方に耳を向けていたが、やがて口を開いた。何も聞こえないわよ。なんだ？
銃声だったよね。いや、私は気づかぬうちに大声で悲鳴を上げていた。なんで銃声？銃声？二条は立ち上がっていった。今のは1階からだわ。不安が私たちを再び縛りつける。私は1階へと駆け上がった。その場にじっとしていた。危なくない？じっとしてよっか。その場にじっとしていた。誰が撃ったんだろうね。ダメ、とにかく何があってもじっとしていましょう。二条はじっと階段に目を光らせたままだった。私は耳を塞いで床に座り込んだ。会場でなんとかガタガタと音がした。しばらくするとそれも収まり、何事もなかったかのような静寂が戻ってきた。私たちはそれでもじっと油断なく階段を見つめていた。その後は何も起こらなかった。私たちは見えない恐怖に怯えたまま朝を迎えた。ふと時計に目を落とすと6時を回っている。二条も一睡もできなかった様子で目を真っ赤に腫らしていた。上に上がろうか。初めに口にした言葉はそれだった。私は無言でうなずく。大丈夫かね。私たちは再び寄り添うように階段を登っていった。目の前に重厚な書庫の扉が見えた。そっと取っ手に手を伸ばす。私は体重を右腕に乗せるようにしてその重い扉を押し開けた。ピヨピヨ聞こえる。1階の廊下に出る。そこには光が満ち溢れていた。夜はすっかり明けたらしい。嵐も過ぎ去ったことがその光景で分かった。私と虹雄はお互い顔を見合わせるとちょっと笑みを見せた。闇の中と朝の光の中とでは感じる恐怖はまるで違った。少し胸をなで下ろすと私たちは足を前に踏み出した。談話室へ向かおうとしたその時、玄関に黒い影が見えた。何かしら、何かが置いてある。私たちはゆっくりと近づいた。キャー、虹雄の腕と同じ。一瞬私の心臓が凍りついた。さあ誰だろうか。鬼村淳さん。虹雄が絶叫する。鬼村さんだったか。そこは無残な光景だった。血まみれの鬼村淳さんが倒れていた。後頭部を何度も殴られたのだろう。びしょ濡れの髪の間から血が大量に流れていた。不意の一撃は蜂だったらしく、鬼村淳さんの周りには蜂のかけらとこぼれた土とが散らばっていた。意識はなかった。そしてそこには魂もなくなっていた。田所さん。その向こうにはなんと田所さんが倒れていた。田所っちも倒れてた。左胸に小さな弾痕があった。田所っちは撃たれたんだ。銃で撃たれたらしい。心臓は止まっていた。
拳銃は鬼村巡査のそばに落ちていた。あれ、玄関が血だらけになってる。鬼村巡査が田所さんを撃った？では誰が鬼村巡査を殴った？私はさっぱり事態を把握することができなかった。私たちにできることはとりあえず歩いて助けを呼びに行くことだけだった。外は台風一過の青空が広がっていた。あれから1ヶ月、私は警察にいた。あの惨劇の夜の記憶は今も焼き付いて離れない。結局犯人は分からなかった。鬼村巡査は引き金を引いた形跡はなく、それは田所さんも同じだった。隠し部屋の入り口は閉じられていた。あの野草局のレコードも跡形もなく消えていた。おやおや、虹雄はあれ以来全く口を利かなくなってしまった。つまり精神を病んでしまったのだ。あ、病んじゃったんだ。今は病院で治療中のはずだ。私はあれ以来一度も会っていない。なぜなら私はここから動くことができないのだ。もしかして今も毎日事情聴取が続いている。容疑者にされてないか。私がレコードかけたら隠し部屋が開いたとか白骨がどうのと話した途端に扱いが変わった。今では誰も信じてくれていない。そう、私は容疑者。それも第1級殺人犯の容疑。まあ今となってはもうどうでもいい。何も考えられない。私が何を言っても無駄なのだ。あの夜何もしなかった報いね。今さら後悔するつもりもない。小さな窓の外に青空が広がっている。それも私には関係のないことだ。覇気がなくなっちゃった。私は狭いベッドで寝返りを打つとそっと目を閉じた。惨劇の後に終わり。ダメだね。談話室に行っても地下に行ってもダメなので2階に行ってみよう。2階に行くことにした。犯人を追っかけるってことだけど大丈夫なのかな。このまま受け身のままなんて耐えられない。2階に上がりましょう。虹は黙ってうなずいた。私の意を分かってくれたのだろう。私たちは意を決して2階へと上がった。無言のまま階段を上る。足音を立てないようにすり足気味に足を運ぶ。静寂がどこまでも続く。この洋館のどこかに犯人がいる。寝室に行ってみましょう。私は虹雄に小声でささやいた。私と虹雄は背中合わせの状態でゆっくりと前に進んだ。もう何日もこの部屋で寝泊まりしたが、今以上に不気味に感じたことはない。今にも誰かが飛び出してきそうな気配がした。私はそっとノブに手をかけた。開けるわよ。ああ、中はもぬけの殻だった。私の勘は見事に外れた。
いないね。虹がしらけた風につぶやく。ねえ、下に戻ろうよ。虹が私の手を引っ張った。やっぱり朝まで待った方がいいよ。でも、そのうちお腹も空いてくるし、トイレも行きたくなるし。私は虹を言った。元気なうちに犯人を捕まえた方がいいわよ。虹はじっと考え込んでいる。この状況では無理もない。私たちはすっかり途方に暮れていた。いつまで続くのかもわからない深い闇の中で。この間は何なんだろう。なあ、本当に田所さんなのかな。虹がぼそっとつぶやく。あんなにいい人だったのに。でも、あの隠し部屋を開けたのを知ってるのは田所さんだけよ。そうだよね。その後、危険な目に遭ってるってことは。その時だった。館の扉を叩く大きな音が聞こえてきたのだ。私は予想外の展開にびっくりとした。誰だ？虹は目を見開いたまま動きを止めている。こんな嵐の中、人が来るわけないわよ。私は頭が混乱しそうなのを押さえつけるように言った。でも、誰かがドアを叩いてる。私は冷静に考えてみた。これは、選択肢。これはどこ行っても同じ選択肢だね。田所さんだわ。わからないわ。お届け物じゃない？こんな時間にお届け物ってことはない。真ん中にします。わからないわ。私は首を振った。玄関では激しい音が鳴り続けている。私たちは事の成り行きを黙って見守るしかなかった。沈黙。やがて聞き慣れた声が聞こえてきた。鬼村だ。開けろ。いないのか？鬼村巡査？またもや意外な展開に、私は頭がおかしくなりそうだった。どういうこと？一人で？心配して来てくれたんだ。虹は助かったといった表情で、私の服を引っ張る。そうかな。早く降りよう。私は、1階に降りることにした。もう少し様子を見ることにした。ちょっと考えてみよう。選択をします。もういい加減行こうか。じゃあ1階に行きます。1階に降りることにした。降りましょう。私が意を決してそう言うと、虹は大きくうなずいた。虹がドアのノブを回した。ふと不安が頭をよぎる。ちょっと待って。やっぱり、なんだかおかしい。私は虹の手を引っ張った。どうしたの？虹が聞く。やっぱりおかしいわよ。私は振り返って答えた。こんなに早く来るわけがないわ。ここまで来て何言ってるんだよ。私は、それでも1階に降りることにした。やはり思いとどまった。考えることにした。これは、
1階に行こう。それでも1階に降りることにした。どうしようか、銀杏。降りましょう。もう迷っていても道は開けない。私は思い切ってドアに手を伸ばした。相変わらず鬼村巡査は玄関を叩き続けている。外が暗いせいか、扉に人影は映っていなかった。私はゆっくりと鍵を外し、玄関の扉を開けた。扉を開けると、鬼村さんがびしょ濡れになって立っていた。肩で息をしている。その形相はいつにも増して不気味だ。いつまで待たせる気だ。鬼村巡査は私たちを見下ろしていった。どうして来たんですか？私は恐る恐る聞いた。さっき、ここに電話したら、つながらなかったもんでな。あ、電話したのね。鬼村巡査は一歩中に入りながら言った。この辺りは、よく電話が普通になるんだが、案の定だな。それで飛んできてくれたんですか？私は巡査を疑ったことを後悔した。もうあんなに動かなかったのにね、私たち。ん？これはどうした？鬼村っち誰かがやったんだよ、これ。あ、これは。私は今までの出来事をかいつまんで説明した。一通り説明し終わると、鬼村巡査は無言のまま、腰の銃に手をかけた。そして私たちを横に追いやると、家の廊下にそっと踏み込んだ。注意深く辺りを見回す。その表情は険しい。鬼村巡査は私たちに向き直った。こんな嵐じゃ応援もそう簡単には来れまい。言いながらも鬼村巡査は辺りに注意を向けているようだった。君たちの保護が最優先だ。ひとまず車に戻ろう。車で来たのね。そう言うと私たちを玄関へと導いた。ちょっと待って。その時虹が叫んだ。どうした？鬼村巡査が冷静に聞いた。あそこ。虹が指さすその先に書庫のドアがあった。なんとドアは半開きになっていた。書庫にいるのね。私は声を震わせて叫んでいた。聞こえちゃうけど。鬼村巡査はドアを見つめて無言のままだったが、私たちに目を通すと再び口を開いた。今言った通り、君らの安全が最優先だ。車に戻ろう。犯人を逃がすの？私は間髪入れずに聞いた。鬼村巡査はしばらく悩んでいたようだったが、私たちに向き直ると冷静な声で言った。君らは車に走れ。俺が見てくる。私は、とりあえず車に避難することにした。鬼村巡査と行動することにした。選択をします。車に避難をしよう。とりあえず車に避難することにした。私たちは入り口に止めてあるパトカーへと駆け込んだ。
30メートルくらいしか走ってないのに、全身はびしょ濡れだった。雨の中、洋館がぼーっと目の前に浮かび上がっている。こんな日は特に異様な感じがする。ねえ、鍵閉めた？虹尾が聞く。閉めたわよ。そっちは？閉めた。これで車は安全だろう。いざとなったら無免でも運転して逃げてやるんだから。もうバイクに乗ったりパトカーに乗ったり。私は車がオートマティックなのを確認してから行った。オートマティック。あ、入り口に人影が浮かんだ。誰だろうか。雨でよく見えない。ちゃんと見て。こっちに走ってくる。鬼村巡査だ。鬼村っちだったよ。私は運転席の鍵を外した。ダメだ、わからん。そう言いながら鬼村巡査は濡れた服を脱いだ。ひとまず退散だ。俺一人じゃ賢明な行動とは言えない。そうだね。確かにその通りだ。鬼村巡査はエンジンをかけると車を林道へと走らせた。その時、窓からじっと車を見下ろす影があった。その影の目的は果たすことができなかった。まさか鬼村巡査が来るとは予想外だったのだ。なんだろう目的って。まあいい、機会はある。この顔が彼らに見られていないうちは何度でも。影はふと軽く笑みを浮かべた。しかしそれは一瞬だった。しばらく車の行方を見守っていたが、それはやがて誰もいない洋館へと消えていった。救世主登場、終わり。